つながりチャンネル。わー記念すべき第1回目のつながりチャンネルでは、初代理事長と新理事長のくるみへの思いを語っていただきました。ではどうぞ。それでは区選会初代理事長永井翔さんと次期理事長大島俊博さんにいろいろインタビューします。みんなが聞いてみたいなと思っている質問をくじ引き形式で行います。よろしくお願いします。まずくじを引きたいと思います。宝物は何？宝物ね、宝物はね、今までの中で一番の宝物はね、やっぱりキザな言い方だけど出会いだろうな。出会いがあってこれがあって、うん、それが楽しくてしょうがない。そのなんだろう、うん、そういう関わりを作ってくれたもんな。おじさん同じです。偶然だな。やっぱり人との出会いですよね。そうね、職員の方との出会い、仲間たちとの出会い、そう、あなたとの最初の出会いはね、酒だな。僕タクシーから蹴落とされましたもんね。蹴落としたね。蹴落とした。あのね、あのやっぱりね、その蹴落とす、そのなんていうの、心地よさ、快感、あ、これも出会いから始まったことだね。落とされた方は大変ですけどね。そばにいてくれるだけでいい。好きな歌。好きな歌は、これ真面目に答えていいですか？答えてるじゃん。あのですね、岩崎宏美さんの阿久悠さんと三木たかしさんが作ったやつです。なんだろう、思春期だったかな、思う秋というか、思春期じゃないよ、じゃないです、思春期っていう歌がすごくあの印象に残ってます。やはり年代の差だね。あ、そうですね。でも、うん、岩崎宏美さん現役ですよね。知ってる、知ってますよね、うん、一応ね、はい、うん、そう、私聞くの、はい、じゃあピンクだよ、はい、お二人にお互いのことを何と呼ぶ？私は親父。私は代表ですね。そんな昔から親父だね。え、二十歳の頃はそうでしたっけ？親父、二十歳の頃なんてあった？ありました。あったかも。一応多分親父なんて呼んでた。そうだね、親父だね。そうですかね。くるみを体で表すと？くるみを体で表すと、はい、どうぞ。くるみって感じですかね。くるみ、あー、そう、なるほどね、違うな。やっぱさすがだな。あなたに見てないでね。そうそうそう、関心がないですかね、関心がないんだね。何、今のくるみのことを態度で表すと、とくるみなはい、オッケー。尊敬する人は？尊敬する人か、それもね、長い賞に決まってるじゃないですか。尊敬する人か、延暦寺をさ開いたね、ほら、あ、名前が出てこない、なんだっけ、最長じゃなかった、最長、一宮を照らすね、坊さんたちを教育するために作った教科書のあれとしてね、最長さんが言ったこの言葉だね。1200年も前にこういうことを言ってさ、だから人っていうのはずっとこうつながってるんだっていうことをね、ずっとこう1200年前から、それが言い伝えられてるっていうのはすごいね。うん、そ
はい、どうぞ。あ、もう私最初に先に言わせていただきました。何言ったよ。尊敬する人は長井翔。はい、好きな行事は。好きな行事、はい、それはやっぱり神様だから、パーティーがまず来るな。神様ですからね。神様ね。神様ですからね。そう、交流パーティーもね、あれだけの人が集まる、私よく言うけども、障害のある仲間たちはね、コミュニティ作りの王様だって、まさにその通りで、うん、だから行事好きなんだよ。パーティーもそうだし、昔やったキャンプもそうだしね、あとはバザーなんていうのはさ、見ず知らずの人たちが障害のある仲間を取り巻く環境をなんとか豊かにしようということで商品を供出してくれるわけじゃん。これでバザーだって言うと列をなして集まってくれるじゃん。あれ、仲間いなくてなんであんなことできる、うん、だからね、好きな行事、俺はね、コミュニティ作りの王様はね、仲間たちなんだよ。旅行にしたって何にしたって、それで私たち楽しさがあったりするし。ありますね。ねえ、芭蕉会館のビデオみたいなのが残ってれば見せたいですね。代表だって直帰みたいなあれを聞いて。そうだよ、私走り回って、ね、私はね、ゲームだったり、はい、マジック王様だってこと誰も知らんだよ今多分。ねえ、いちいちさあ皆さんってやったもんね。ありましたね。そう、伏線会の機能するところは地域社会の機能するところじゃないですか。要するに当たり前に、当たり前に関わって当たり前に地域に存在する、そういうことをみんなで作り上げているというか、実際に生活しているわけだから、これを大切にしないといけない。というよりも当たり前を私たちはやってるということだよね。よろしく。いろんなことあるけども、だって生まれてからずっとね、その限られた環境の中で育ってきて、今新たな環境の中で生活してる彼らの生活に比べたら我々なんかちっぽけだよね。そういう中で教えてもらうだもんね。これで、いや、こんな生活してきたのじゃあなんかそれやってやれにいかんじゃんとかね。それで仲間のみんなに一言。それは代表より僕が先に言った方がいいですね。おこれからよろしくお願いいたします。さ あ, あ, あはい、仲間たちみんな、お父さんもお母さんも職員もみんな、ありがとう。それだけだ。大体人を泣かすようなこと最後に持ってくるな。